十二月二十二日金曜日。今日の天気は晴れのち時々曇り。日本放送飯田康次の OK 康次アップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康次です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一花です。日本放送飯田康次の OK 康次アップ。この後と八時まで生放送です。 えー今日はねより一層ベッドから布団から出るのやだなーっていう方も多かったかもしれませんえーん今日本屋上の時計は4.2度というね、はい、えーなんか最低気温は2度台だったみたいな話がね最低気温や1、えー 1一点度ですね。東京、いや、都心と。この時期らしいというか、この時期よりもみたいなね。<laughs> えー、寒さになっております。はい、まあ、ちょっと、あの、列島各地を見ると。日本海側はかなりね、終われの天気になっているということでありまして。まあ、いろいろ、交通等もね、影響が出るかもしれないと。後ほど、あの、おはようニュースネットワークのゾーンで、ちょっと、おお、道路交通情報センターの方ともつないでね。はいえー、その辺のこともおお、お伝えしようと。いうふうに思っておりますが。いや、やっぱね、これだけ寒くなってくると。 ねえー、ああミュージックソンも近づくよねという話でもありますしそして、えー、今年は12月24日が日曜日ということですから、ねねえー、私のようなです、ね、あの競馬好きな人間にとっては <laughs> 今、記念と重なってるじゃないかとクリスマスプレゼントが欲しいねと。 というようよななころんんですがサンタさは果たしてもうあのスタジオ来るとですね新聞が置いてあるんですけれどもえスポーツ新聞は各紙、有馬、枠順確定と昨日の夕方にすでにね枠順が確定してというところなんですがえこの有馬記念が行われる中山競馬場というところは。 ねえー、2500m の距離、はいえー、コーナーを6回回っていくという、ねうんえー、小回りコースなわけでありましてそうするとこの、えー、内枠に入るか外枠に入るかでだいぶ違ってくるよねという話になっていますそうするとですね一枠一番に入ったソウルオリエンスとか後ろから行くまで、まあね、出てっていきなりこう右にカーブを切っていく中山の 2500m 紛れちゃうかねこれはちょっとどうかねというようなことを思ったりとかですね。ああるいはあのー イクイノックスというこの間ジャパンカップを勝った馬が出ない、はい、でその2着だったリバティーアイランドという馬も出ないということになると結構、混戦になるんじゃないのという話でですね<ー>でしかも人気する馬は軒並み後ろにいるということを考えるとじゃあ、これ前残りがあるんじゃないのというです、ね、ス,スケベ心を出して。 あのー、そうすると、ねえー、この間ステイヤーズ・ステークスという同じ中山の、えー、長い距離のレースを逃げ切って勝った、えー、馬が、ね、いるなということをこうアイアン・バローズーそして、えー、同じくやっぱ逃げ馬はタイトルホルダーとかーその辺で一体一たになっ,ったらおいしい馬券になるんじゃないのとかいうですね。 こととを思う妄想は楽しいんですけれども実際はどうなるかというとああのこの辺のことも「ミュージックソン」の番組の中ではお伝えしていくということでありまして昨日なんかもスポーツ部を通りかかると荒川裕二アナウンサーがすでにこの資料とそして進行表も含めて「早川さんそんなこともやってるんですか?」と「いやもう人も少ないからね」みたいな日本放送は「総動員」で。 はいえー、ラジオシャリティミュージックソン有馬記念も抱え込みながらお送りしてまいります、えー、12月24日の正午から翌25日の正午まで、えー、乃木坂46の久保志織さんをメインパーソナリティに迎えながらお送りするということなんですけれども、えー、アナウンサーは募金隊ということでねいろんなところに伺います、あのー、前にもお伝えしましたが私、だは、えー、神奈川方面隊ということでありまして、はい、お昼12時番組のスタートから、えー、2時半頃までは 京急横須賀中央駅のもう目の前ワイデッキというねえところで前島加納アナウンサーとともにいいお送りいたします。でそ,その後夕方4時頃からえ移動しまして京急上岡1階改札前と。 というところで、えー、熊谷美穂アナウンサーと一緒にいい伺ってまいります、えー、そして翌二十五日月曜日は朝九時頃から十一時頃まで、えー、箱崎みどりアナウンサーと一緒に京急鶴見駅のね駅前の商店街、えー、ベルロード鶴見のお花屋さん海人園さんに伺うということになっておりますで、えー、新業さんは千葉に行くはいそうなんです千葉エリアでして二十四日日曜日お昼十二時頃から二時半頃まで東島エリアアナウンサーと一緒に JR くるり線上崎清川駅から歩いて で五分のレストラン横田へ伺いますいやもうここはね名勝負数え歌ですよな名勝負ってどういうことですかいや新業アナウンサーが東島アナウンサーと一緒にっていうね<え>この白黒対決白黒言わないでくださいよえあそんなことないいや 東島エリアナースは多分白いダウンコートなんですよああ、<ー><で>なるほど。<私>ダウンも白なんだで、私真っ黒のダウンコートでよ白黒コンビで行きましょうなんて話をしてたんですよなるほどなんでここでバスってそうかまずいないや,いやいやいや分かんないよでもこれ分かんないよこれそう言いながらですねやっぱクリスマスイブですから <laughs> 白とまた別の色かもしれないし別の色でねいやそれ以上にですねこの絶戦が繰り広げられるだろうと そう昨日あの東島アナウンサーとねー夕方の番組終わった後にすれ違ったんですけどはい、はい、ね仲良し募金隊ですからねとか言っていや仲良しだよねって <laughs> やめてくださいそういうことになったかも <laughs> いぜひその辺も楽しんでい仲良し募金隊としても仲良し募金隊ですよ仲良し募金隊、ね、あのイーダーアナウンサーも吉田久典アナウンサーと仲良し募金隊ってましたからね,ね仲良し募金隊昔ねそう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 ぜひお集まりいただければと思いますんで <laughs> まああの当一のね 交通状況とかによってちょっと時間につけないってこともあるかもしれないので、えー、その辺はご容赦いただければと思います、はい、詳しくはミュージックのホームページをご覧ください 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩ジの OK コージーアップ、まあ、オープニングね、えー、ラジオチャリティーミュージックソンの話をしましたが、えー、AS さん X で今まさにいい投稿いただきました新行サス東島この頂上対決は見たいな仕事で行かれへんけどという、ね、バーサスって <laughs> 別に何もバトルするわけしないからですね。<laughs> えらいことになりますよにね。ぜひもしお時間ありましたら、ぜひね。ただね寒くなりますのでね暖かくしてお越しください。明日晴れるけど寒いって感<そ>明日明後日か。そうですね。あのお天気としては日差しのあるお天気になるんですけれども、二十四日が最高気温が十度ということになっておりますので、まあそう考えると日差しはあってもやっぱり底冷えするそ,、ね、そんな寒さになりそうですね。暖かくしてお越しください。 さあ,あ今朝のコメンテーターは総実総合研究所チーフエコノミストの吉崎達彦さんです、えー、この後六時半ぎからご登場まずは大発本社に国土交通省立ち入り検査というニュースそして、えー、日銀ゼロ金利解除のタイミングについて、えー、さらにはあ、おはようニュースネットワークのゾーンでは日本海側を中心に追われということで区断、えー、センターのね、あの方とつないで交通に関する情報もお伝えしてもらいます、えー、そして東京地検松野高木 萩生田世耕各氏らに任意の事情聴取を要請というニュースが入ってきておりますえそれから韓国の元徴用工、まあ、先週の募集校の訴訟について最高裁は日本企業への支払いを命じるというニュースえそして来年2024年の国際情勢の展望ここだけニューススクープアップ臨んでお話しいただこうと思っておりますさらに7時50分ごろビジネスニュースピックアップ今週は視覚に障害のある方を支援するさまざまな技術や取り組みをリポートしておりますが今朝は。 黒ひげ危機一発です。なるほど。この季節になると、ご自宅でね、楽しまれる方も多いんじゃないかなという。黒ひげ危機一発ですけれども。ここに新技術が。そうなんです。今回の新作はなんとシリーズ91作目と。へえ。すごいですよね。何が盛り込まれているのか。はい。はい。ぜひ楽しみにしていてください。あの飯田さんにもやってもらおうと思ってます。まじか。はい。久しぶりだね、やるとすると。7時50分頃です。オッケーコージアップこの後、8時まで生放送です。 この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員の中村勤さんに伝えていただきます中村さんお願いしますはい外為ドットコム総研中村ですよろしくお願いいたしますお願いします、はいえー、現地21日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて322ドル35セント高い37404ドル35セントで取引を終えました、うん ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は185.92ポイント上がって14,963.87でした。円相場は前の日よりも円高ドル安の1ドル142円25銭付近で取引されています。はい、はいえー。円相場ですけども、うん、まず昨日の東京時間はあの。 前の日のニューヨークダウ平均が急落したことに続きまして、うん、日経平均株価も大幅,大幅な下落となったことでリスクオフの円買いが優勢となって142円台まで上昇しました報酬、うん、時間序盤には143円台を回復する場面も見られたんですけれども、はい、ニューヨーク時間に入って発表されましたアメリカの7月月の GDP 確保値でしたり7月、うんえー 9月期の個人消費の確保値といった経済指標が下方修正されたことでアメリカの長期金利が急低下ドル,がドル売りが持ち込まれたことで円相場142円05銭前後まで下落しました。やはりちょっと 来週月曜日、クリスマスということで、地上参加者がかなり少なくなっているようですので、一方向に置き出すと、早い動きとなっております、はい、うんそうですよね、この24時間だけでも本当、結構、触れてますもんね。はいそうです 反対売買する人とかっていうのは少なくなってしまったりするんでどうしてもこういった時期って一方方向に動いたら急激に通常以上に動いてしまうっていうことがまあよくあることになってますねなるほど、はい、その辺にちょっと注意が必要なんですねはいわ、うん、かりました中村さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、えー、スタジオ長官各市が入ってまいりました、えー、各市の一面をざっと見ますと ばらばらというところでありますが読売とお産経はあ例の自民党の派閥のパーティー政治資金パーティーをめぐる政治資金規正法違反事件について、えー、読売、松野世耕氏ら任意聴取へ安倍派裏金、不、えー、記載経緯確認東京地検高岸も検討、えー、それから産経も松野前長官ら任意聴取要請パーティー収入不記載、えー、東京地検、世耕氏、高岸もと。 いうことであります。まあこの辺についてもね、また後ほど取り上げてまいります。それから政治資金規制法について朝日新聞は国会議員アンケートが一面トップです。えー、規制法抜本改正必要288人ということでありますが、えー、一方でサブの見出しには回答率自民は22%というですね、えー、ことが出てきております。まあ,あ一方でね、あの成、ー、長会長に就任することがもうまあ実情 お新聞事例でね、えー、出ている東海き三郎氏。昨日のあのー、まあメディアのインタビューというかねあの取材に答える中ではこの政治改革に取り組んでいきたいんだということなどが、えー、出てきておりました、えー。それから毎日新聞一面トップは検察起訴前も公安に疑念というですねあのー、軍事転用可能な装置を不正輸出したとして外為法違反に問われたあ化学機械製造会社大河原加工機のお社長らのきし ことが取り消されたというね、えー、話、まあ,あ公案に対してね、えー、検察が疑念を持っていたとだからこれ、えー、これでその身柄拘束して起訴なんかしちゃっていいのというのがまあ,あ関係者の中からも出ていたんだということが出てきております。で気になる記事でありますがまずは。 あの各種国際面などに載っておりましたアメリカと中国の間、まあ、いろんな問題で角を突き合わせているという中で、えー、先月行われた米中の首脳会談で、まあ、軍のトップ同士の対話のチャンネルというのは再び開いていかないとダメだよねこういうことが出ておりましたけれども、えー、米中制服組トップが会談をしたということが出ております、えー、チャールズ・ブラウン統合参謀本部議長と中国軍の統合参謀部、えー 劉、えー、新劉参謀長がテレビ会議形式で会談をしたということで、えー、ありました、えーまあ、責任を持って競争を管理し誤算を避けオープンで直接的な意思疎通手段の維持に向けて協力する重要性を協議したとういうようなあことであったとということです台湾海峡等々での偶発的な事態というのを避けると、まあ、航空機が異常接近したりとかいうことが続いているということであります。ただ一方でねあの産経がちょっと 報じてるんですけれどもこれあのニューヨーク・タイムズの電子版があそもそも報じたようですが、えー、衛星写真の情報をもとに中国が新疆ウイグル自治区ロプノールの核実験場で新しい行動を掘削し活動を活発化させていると報じたとこれ核実験をまたやるんじゃないかみたいなことがね、えー、言われていて、まあ、この辺、ちょっと、えー、不透明な状況にもなっていると、まあ、衛星の写真だということなんで、まあ、なかなかね、あのー、本当に何をやっているかっていうのは分からない。 ただあ、中国人民解放軍はそのサイロなんかは目立つ形で、えー、作っているというようなあえて衛星に撮らせるみたいな、えー、それによってメッセージを発するみたいなことも言われてますので、まあ、今後どうなるかというところです。こが気になるでした この時間からコメンテーターの方々ご登場、今朝は総日総合研究所チーフエコノミストの吉崎達彦さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。い,い,ますいやいやいや、有馬記念ですよ。<laughs> <laughs> そうなんですよ。やっぱり、ね。<laughs> ね やっぱりこの話かなというところもあります,すね。本当にもう気, <laughs> 気になって気になってちょっと枠順見てまたちょっとショックだったりして<笑><笑>あの吉崎、うん、さ,さんのねため池通信の中では、ねえー、8枠15番のスルーセブンシュスというのを押、ね、<う>してはいるけれどもと<ー>この15番枠 そう宝塚記念で取らせてもらったんでねああ<ー> <laughs> イクイノックスと秒差なしそうなんですよねそう考えるとやはりこの馬が強いのか、うん、やっぱイクイノックスにあそこまで苦しめた他の馬っていないんですよこのね今回の出,、えー、出走馬の中では、えー、ということはねもうあの イクイノックスがいないんだったら彼女が一番という三段論法ですね<おー> <laughs> いやいやいやちょっとねそれが気になってしょうがないところですけれどもニュースいろいろ動いておりましてき昨日はダイハツの本社に国交省立ち入り検査というねこの不正認証の問題っていうのは大きくなってきましたね、はい、いやびっくりですよね私あの今から40年前学生時代に初めて買った車がダイハツシャレードだったのあっ シャレなか懐かしい,かしい、ね、あの 1,000cc のよく走ってくれましたけどでも今回のやつはすでに製造が終わってる分まで不正があったっていう話ですからす、ね、ひょっとして。 私のあのあ懐かしい謝礼度どうだったんだろうって <laughs> <ー>。っていうねことが出てきてますもんね,ね<ー>第三者委員会の調査では。ですよねで、うんでも。でもやっぱ今回も結局発覚したのは内部通報なんですね。うん、でやっぱりそうああいう内部通報っていう制度って最初聞いた時に、はい、えそんなの入れていいのって感じがあったけど。 やっぱり必要なんですよねでで今までやっぱり日本企業ってそういうのをつい「いや前からやってんだからさ」ってとあなたてんじゃないよって、えー、い,いうそういうところがあったんでね、えー、やっぱりこういうことがやっぱり出てくる世の中になっちゃったなってことですね。 えー、メール UX でもいろいろいただきますがハリアーさん、長野からお声からいただきました、はいえー、私の地元、長野県では軽自動車でもなければ生活が成り立たない地域も多いんですと、えー、新車注文してもいつ納車されるかわからないんじゃ非常に困りますと、えーえー、知り合いの方でもダイハツ車購入して納車待ちの方がいるんですよねと非常に困る話ですと、えー、これ、認証取り消しなんてことになると、えーね、使ってる車の車検が通らないかもってうことになっちゃう、ねうんはいます、はいはいはい、で,でね。 うん、それからダイハツの中古車持ってる人ってえ多分根崩れしちゃうんでそっちの方ででも影響大ですよねそうですよね。あとあのご指摘通り地方経済にとってやっぱ軽自動車ってむちゃくちゃでかいですからあの変な話 CM 入らないとかいうことだけでもあの影響は大きいいと思いますねあうん、まあ、自動車産業その部品でも裾野は広いしまた、あの阪神、はい の、ね、関係もも、はい、裾の広いですもんね、うん、でしかもね納品もジャストインタイムでっていう、はい、そういう精緻なシステムが出来上がっているんで,んでこれを、ね、根底から覆すようなことが起きちゃうと、はい、本当、うん、なうんか麻痺するような感じに。 ななるんじゃないですかねうん、まあ、国土交通省、まあ今日以降も立ち入り検査を行う予定であるということでありまして、うん、まずは、えー、詳しい事実関係の確認を行ってその後、処分検討ということですが、うん、まあこのクレームし迫っている中でね。うん ちょっとただもともと最初の発覚が4月で第三者委員会を作って、えーまあ、これだけ時間をかけて、まあ、やっと出てきたということですからうんうんいやまあどうなのか分かんないですけどやっぱもうちょっと早くできなかったのかっていう思いはあるところですね。う えー、ということでまずはこの大発本社国土交通省立ち入り検査というニュースを取り上げました、えー、吉崎さんには今日も8時までお付き合いいただきますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、えー、7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーターは総日総合研究所チーフエコノミスト吉崎達彦さんです引き続きよろしくお願い,いしますでは取り上げるニュースこちらのニュースです 来年1月かそれとも4月か日銀のゼロ金利解除のタイミングを考える。 日本銀行は19日の金融政策決定会合で大規模金融緩和を維持することで全会一致で決めました、えー、上田総裁が7日の国会で年末から来年にかけて一段とチャレンジングになると答弁したこともあり年末の今回緩和を修正するとの観測も一部にはありましたが現状維持となっていますではいつかこのゼロ金利解除のタイミングについて考えてまいります と、はい、いうことで、まあ、これがいつかっていうのがね、ずっと言われておりまして、いやいやいや、もうねいやあの、普通に考えたら4月で一択なんですよ。まあ要は日銀としては、これあの、組織防衛もありますので、あと、はい、でまたお前は間違えたかって言われたくないから、うはい、もう念には念を入れて、そうすると、まず、えー、今の,あの市地区の GDP っていうのが、はいえー、マイナス2.9っていうかなり悪い数字だったんですね。そうす,ねそうするとこの、はい、今我々が生きている10月から12月にかけてこの1012の GDP がプラスになってることをまず確認しなきゃいけなくて、それって2月15日年明けの発表なんですね。<ー>それをまず見たい。はい、でもう一つ来年3月の春闘でできれば、えー、賃上げ率、まあ今年3.6でしたけれども。はい できれば4%以上かなり強いぞっていうのを確認したい、はい、そうするとまあ4月末の会合でマイナス金利解除するのがまあ自然な選択になるわけなんですんただ一方でマーケットの中で特に外資系はね1月じゃねえのか、はいええええ でだ大体こういう時ってその外資が当てるんで外資の連中がなんて言ってるかっていうと、はい、いやだってもうどう見たってらこ来年の春と上げるに決まってるじゃんもう今の世の中の雰囲気から見て、はい、上げませんなんて言えないだろ、はい、それから GDP だって別に、まあ、普通に今考えりゃこの1010に10はプラスの12はいけると、はい、だったら早くしろよ、えー <laughs> っていう話で。で、んここがね、やっぱ見方が割れるところなんですよね。うん、で、あの、で、もう一つ、あの、これ、影のテーマが。安倍派の問題絡んでくるわけですよ。はい、あこの問題も絡んできますか。いやいや、要するに、あの、アベノミクスやめちゃいます。 で普通だったら日銀怖くて言えないわけですんでそんなこと言って後でで安倍派の先生方から「君たち何考えてんだ?」と「安倍さんのご意思はね」みたいなこと言われたら嫌だからあのもうあのガチガチに証拠を固めたいわけですね。誰がどううてもも,うも,うも,うもうないでしょって言いたいんだけどただ一方でまあリスクもあって。 それもう一つはあの先週の FOMC ・アメリカの金融政策決定会合がですね、はい、えなんか急にハト派になっちゃったんですよね。えー、あのパウール議長、えーえー 何かこの結構ぶれる人なんで結果往来でうまくやってはいてまあ今ね失業率3%台でインフレ3%で収まってきてるんだから OK なんだけどなんて結構言うことあなたコロコロ変わってで,で来年の利上げは2回程度と言ってたのが何かいつの間にか3回 ぐらい利下げが3回ってことはひょっとしたら一番早いやつ、はい、来年3月かもしれないじゃんお<ー>日本がマイナス金利解除つまり利上げに動こうとしてる時に先にアメリカに利下げされたら、はい、この後余計なこと考えなきゃいけなくて、はい、今まで円安の心配してたけど、はい、急に円高の心配しなきゃいけなくなるかもしれない。あ 確かにね、こないだ先週のその FOMC の後、ね FOMC そのものは政策は変わらなかった現状維持だったけれども、パウエルさんがその利下げ来年3回あるかもみたいな発言した途端に円高にビョオンと折れましたね。そうなんです、そうなんです。もででしかもね、この安倍派の問題も先週急に動きましたでしょ。そうですね。だからそうするとね、あのまあ金曜日あの火曜日19日の日銀のあの記者会見ってもうみんな あのもう戦々恐々なわけですよね。なんか今度は上田さんが何言い出すんだろう。そうそうそう。もう私も新幹線で移動中ずっとこの聞いてましたけど、ええへへあのそしたらねあの最高の質問をしてくれたのが。はい テレあの彼女ね毎回出てきてねなんかすごく面白い質問するんですけど、はい、今回何聞いてくれたかといったら、うん、ま,まさにズバリなんですけど「はい、来年アメリカで利下げがあったら、うんえー、マイナス金利解除やりにくくなるんですか?あの」みたいなことを上手に聞いたんですね、はい、そしたら上田さんね結構きつい言葉で「うん、そういう考えは不適切である」 不適切とあの非常に強く否定したんだけど、はい、でもその後ね言わなくてもいいことをポロッと言ってていや3ヶ月先6ヶ月先がどうこうみたいなことをね考えちゃいけないみたいなことを言うんですけどこれって何ていうか。あの あの図星をつかれてちょっと動揺するみたいな <laughs> カタルにいわゆる語るに落ちるみたいな反応があって<笑><笑>あやっぱ気にしてるんじゃんって当たり前なんですけどオーエーグッジョブみたいなあ<ー>あのそういうあの問答があったんですよねそう考えるとアメリカの出方を見なきゃなんないし。 これはそこの部分がチャレンジングだったんですがこれは、はい、いやまあねチャレンジングそう、12月7日のチャレンジング発言というのもね、あれこれ前後聞いてみると、はい、別にそんなこと言わなくてもいいのに、ええ、えちょうど時間切れ、最後のああに、まあ、あの野党の質問に対して答え入れてる、挟んでるんですね、でこれ、どう見ても家を出る前から考えてきた、これ言ってやろう っていうなるほど、ううどっかで言ってやろうと思ってたそういうフレーズなんですよね、<ー>だから、まあ、もちろん日銀としては選択肢広げたいんで、1>, うんうん、1月もある、4月もあるっていう状態にしたいんですけど,ど、ちょっとその辺の話、7時をまたいで続いてまいります、ニュース7時またぎです。 えー、このねあの日本経済のこの先について、はい、まあ日銀のこのゼロ金利解除がいつかっていうところを,、うん、を考えておりますが、うん、上野さんああのまあ アニバキ年を前に、まあ、競馬もそうですけれども、<laughs> はいはい、一方でまああの阪神タイガースについても造形が非常に深い。いやいや、た,た単に不安なだけです。いや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 。はい、でこれがですよ。ええええ、あの前回日本一になったのは1985年で、はい、でこれがプラザ合意の年でぎゅうんと円高に触れた年でもあった。でその後が。はい だからこれ、来年、我がタイガースを考えると、日本経済はよくなるんじゃないかという、むしろと、いや、あのちつけですからいやいや、実は11月にイギリスのエコノミスト紙が、ついに日本経済に変化が訪れたっていう、そういう記事を載っけてくれて、なんか噂によると、岸田官邸が大喜びした、いかにほかにいいニュースがないかっていうことでもあるんですけど。 結構その記事が面白かったのは日本経済に外的ショックと内的シフトが起きていると外的ショックというのはね<え>物価が上がり始めたこととうもう一つはいわゆる地政学の問題、はい、でこの二つは普通は悪い意味じゃないですかただ日本の場合は物価高は賃上げもちょうど重なってるから、はいえー、やっとあの国の この物価停滞みたいなのが変わり始めたえそれがショックを与えていること地政、はい、学の問題も普通は悪い意味なんだけどそうです、ね、日本の場合はあの半導体工場を熊本に作ろうかみたいなとこ、はい、まあ日本だから信用があるんでんえサプライチェーン問題の時に、えー、まあ日本製なら安全だろう とということになる、はい、だから、えー、実はその普通ならショックのことがプラスに回っているであと内的シフトっていうのも2つあって 1>,、はい、1つはあのあの日本の企業のコーポレートガバナンス改革が進み始めたっていうのとう、はいえー、あと世代交代も進んでる ってんです。<ー>で、で、ほんまかいなとどこがと、もうと思ったら、はい、えっとね、日経平均採用企業の CEO の平均年齢って、はい、この10年間で12歳若返ってんですって。え、そうなんですか。うん、そうなんですって。<ー>で、やっぱ外から見てると、はい、なんか我々かん なこともあるのかなあそういう意味ではねなんかあの転換点来てるとそのエコノミストの記事が特に重視していたのが、ね、星武夫先生東大教授のコメントで、えーはい、や大事なのはこのダイナミズムで日本経済にやっと変化が始まったっ ほとんど30年ぶりの変化が始まってるんだっていうね、うん、まあそういう指摘があったんでやっぱタイガースの優勝とちょっと関係してるかもしれないなと思、ね、30年余りの時を経てここで世代交代がとプレーヤーだった岡田さんがね監督となるというこの世代交代そうでしたね、あのー、あの昔はあのね外人選手とよそから取ってきた大物を頼りのチームだったのが、はい、ちゃんとドラフト、えーえー それで育てるように、いや本当ですよね。一番から八番までもうみんな背抜きみたいなすごいチームになりましたね。ねかた確かにそうですね。うん その辺もやはり不でもこの世代交代だとかまあそういうところもあってちょうど何か確かにあの指導者で考えても本当に珍しいなと思うのはアメリカの方が年上の指導者ってなかなかなかったですよねアメリカのまあ大統領選挙今のまま行くと。 バイデン81歳対トランプ77歳後期高齢者同士の戦いで大丈夫か、そんなんでって、えー、ねだ,だってあのこ来年11月5日の大統領選挙の結果、はい、え誕生する次の方って任期は2025年から29年までですからね年間大丈夫かと。う そ,っかそう考えると、ひょっとするとこう日本に来年とかはこう注目がかなり集まるそになるかもしれないんです岸田さんって66歳ですよね、あ,あの明日をも知れぬ、今、泥舟内閣って感じではあるんですけど、<ー>考えてみたら日本でね、はいまあ、もし岸田さんが来年の9月まで頑張り通して、皆さん、3年間ありがとうございました。 っっていいいいたらななんかか割とかっこいいじゃないですかうでそうするとね、はい、元首相って、はい、みんなすごい高齢じゃないですか我が,我が国における森さんとか,か、ねはい、菅さんも75ぐらいかな。あ<ー>あのでそういうその中でね67歳かの元首相誕生すると実は。はいはい すごくいいポジションにつけるんじゃないのかななるほどそのぐらい元首相でっていうとあとは野田佳彦さんぐらいです野党側です小泉純一郎さんとか福田安雄さんとかいらっしゃいますけどもなるほどねそうすると引いたとしても影響力が保てるかもしれないしかも外交関係長かったから岸田さんちょっと行ってきてくれませんかトランプさん っ,と会ってきてきくださいみたいな話がこのあと、えー、結構あるかもしれないうんそうかそういう影響力の行使の仕方も。うん、で、はい、あも来年を考えるとその賃上げがもししっかりできてマイナス金利を解除しても大丈夫だということになるといよいよ内需でこう回っていく段階にいくんですかね、うんはい、この国の経済は、えーでね、もう一つ私がちょっと考えてんのは。はい 政府がどっかのタイミングでデフレ脱却宣言みたいなのを狙ってると思うんですね、うん、でこれはまあ心理的にも大きいし、はい、でそもそもね今回の補正予算ってどういう名前が付いてるかっていうとデフレ完全脱却に向けての総合経済対策って名前なんです。お<ー>ってことはどっかでか、ね、デフレ完全脱却っていうのを言いたくてしょうがないんです でそうするとね、普通に考えると、4月の金融政策決定会合で日銀が宣言した後の5月に、また今度、1、3の GDP の,の発表があるから、その辺を見た後で、5月下旬ぐらいにデフレ完全脱却宣言みたいなことがありうるのかなと。 確かに鑑定筋聞くとその辺をレガシーにしたいみたいな噂は聞きますもんね。んまあ、それはなかなかねいいストーリーじゃないですか。なるほど。うん、さあそして、えー、このね橋本この先政局については後ほど「おはようニュースネットワーク」のゾーンで取り上げてまいります。 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組イーラコージの OK コージーアップここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです OK コージーアップ週末増刊号毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定や今後登場していただくコメンテーターのラインナップを紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー 今月はジャーナリストの佐々木俊直さんとジャーナリストの門田隆翔さんの対談をお送りします週末もぜひチェックしてくださいおはようニュースネットワーク取り上げるニュースまずはあ雪に関するニュースです日本海側を中心に大雪に警戒路面の凍結に注意 真冬並みの寒気や冬型の気圧配置の影響で西日本から北日本の日本海側を中心に断続的に雪が降り積雪が増えています土曜日にかけて大雪が続く恐れがあり積雪や路面の凍結による交通への影響に十分注意が必要です まあ、冬の日本海側というと、まあ、雪は多い、雪深いというところでありますが。それにしても、今回はというところ、うん、磯部さ,さん、かなり降ってますね。すごいですね。私、今週日月火とか、秋田に行ってたんですけど。秋田県、やっぱ寒かった。 私も出身富山なんですけど、えー、雪質が全然違う、でも本当風が強いですからね、えーでまあ、講演会で大館市っていうちょうどあの右上隅のところと、はい、湯沢市っていう右下隅のところと移動したんですけれども、うん、なんかね、えー、やっぱ見渡す限り雪景色だったんですね、ずっと。う ああそうですよね。秋田も雪深いところでもあるしということで、はい、まあこのね、えー、北日本北陸地方大雪となっているところが多いようですけれども、道路の状況について、はいえー、日本道路交通情報センターの小山雅弘さんとつなぎます。小山さんよろしくお願いします。はいよろしくお願いいたします。今のこの雪によって何かあ道路に対して影響っていうのは出てますでしょうか。 そうですね、雪のためあの、日本海側を中心とした高速道路では、滑り止めの必要なところが多くなっていますあの今のところ、どうですか、通行止めだとかっていうのは、そんな出てないんでしょうかそうですねあの、北陸地方とその周辺の高速道路に雪で通行止めになっているところはありません、んただあの、北陸道、ちょっと故障者のため、はい、一部、石川県内の一部が通行止めになっています。あ なるほど。これ、速度規制とかも入ってますか、えー、そうですねあの、滑り止めの必要なところは50キロの速度規制ということになっております。うんさあ、この、ね、雪道での運転の仕方、どういったところ、注意が必要でしょうか。 そうですね雪道で車が1台でも立ち往生しますと後続の車が走行できなくなりますのでそうしますと長時間の渋滞や通行止めになる恐れがあります大雪の地域ではあの不要不急のお出かけは控え車を運転される場合は最新の気象情報と道路交通情報をご確認いただければと思います あの昨今、ね、この立ち往生でものすごい数の車渋滞になってとっていうのが毎年のように起こってますけれども、はい、やっぱこれは一台止まっちゃうとというところからスタートすするわけですよねそうですねそして今でしたらあの、はい、雪道での立ち往生から脱出しますあのマット状ですとか板状のスノーヘルパーなど、うん、冬用の装備も 売っておりますので<ー>え、大雪の地域を運転される方は必ずそういった装置などをお持ちいただければと思いますさあ今後の見込みですけれどもどうですかそうですね雪次第ということになるとは思思いますこの後滑り止めの必要なところでもあの通行止めになる可能性もありますので また繰り返しになりますが最新の交通情報をご確認いただければと思います。はい、わかりました。小山さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。えー、年末のね忙しい状況でまあ外出しなきゃっていうのもあるかもおあるかと思いますが、えー、くれぐれも安全運転でお願いいたします。えー、日本道路交通情報センター小山正弘さんとつなぎました。えー、雪に関する情報をまずはお伝えしました。そして取り上げるニュースこちらのニュースです。 東京地検が松野氏高木氏萩生田氏世耕氏らに任意の聴取を要請自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる事件で東京地検特捜部が松野前官房長官や高木国会対策委員長萩生田政務調査会長そして世耕前参院幹事長ら安倍派の複数の幹部側に任意の事情聴取を要請したことが分かりました 安倍派ではパーティー収入の一部を裏金化する運用が組織的に行われていた疑いがあり特捜部は派閥の幹部としての認識やキックバックを受けた議員側としての認識についてそれぞれ確認を進めるものとみられます。 えー、この安倍派、清和政策研究会そして二階派、止水会について、えー、取り沙汰されているというところでありますが、うん、この任意の聴取要請された人たちはいわゆる五人衆ということで御衆ですよね、ね<え>これちょっと安倍派は本当、機能麻痺みたいになっていくわけですけれどもうそうするとねやっぱり経済政策への影響って大きいですね、この後ねうんまあまあ要はそのアベノミクスはい はこれで終わるっていう感じになってくるんじゃないでしょうかね。うんこれ確かにそのまあ自民党内の安倍派ではないところの、えー、お知り合いのですね、うん、え財政積極財政の。えー 唱える人たちがこれは積極財政派にとってはとても痛いよねという話をしていま,したまあ要はリフレ派が巨大な応援団を失うことになるんで,うんでそうすると、まああのまあ、今日うはあの予算の閣議決定もあって、はい、まあそれはう動かせないとして、はい、来年の骨太方針がどうなるかということですね、はい、徐々に財政再建派が力を増してくるんじゃないかな、はい っていう気がしますうんこれそうなってくると、うんまあね、この先の、うん、こう財政再建そしてまあ増税というような、ねはいはい、ものがいろんなところで防衛費の話だとか、うん、子育て支援だとか言われれますけど、えーえー、ただ、ね、一方で、えー、こんなあの政治不信が強い時に増税できるかっていう現実問題もあるんで、はい、あの残念ながらうん、うん、今の岸田内閣は大きな決断リスクを伴う決断ができない。 内閣にしばらくくなっていくでちょっと個人的に注目してるのはあの来年の通常国会に上がるはずだった、はい、あのセキュリティクリアランス、えーはい、あの手の、ま、ちょっとこのリスクの高そうな法案出せるんか。 っていうのが、ちょっと心配になってきましたね。あえー、機密情報に関して、取り扱いができるかどうかっていうのを、<え>まあ、身体検査する方ですよね。あの、これやっとかないと、あの、国際的に、あの、日本の場合は、ちょっと信用できないかな。ってなことになっち、なりかねないんで、本当は早い方がいいんですが。ええー、まあ、それって、なんか、ちょっと前の、機密、あの、機密情報保護法みたいな。はい、あの、特定秘密情報。あの、なんかす、すごい反発を受けかねない。 テーマでもあるんでひょっとすると慎重になっちゃうかもしれないですねこの手の、ねまあ、ある意味でこう権利を縛るような形の法律というのは,はい、はい、与野党対立になりがちですけれども、えー、そこまで踏み切れないかもしれないそうなんですよねうんこれねまたやってるのがあの高市早苗大臣がやってらっしゃるということなんですから安倍さんらしいアジェンダー はい、安倍さんが生きていたら絶対こうしろと言ったような話を全般にやりにくくなっていくんじゃないか、うん、で、安倍さんってまたそのたくさんアジェンダ持ってらして、はい、あの保守的な安保で、ハト派の経済、はい、あの、の割とご自身は柔軟に妥協しながら、うん、これを取って、これは捨てるみたいなことをやってらしたわけなんですけども、亡くなられてしまうと、 後を受け継いだ人たちは全部守ろうとしちゃうでそれがなんかでもこの、えー、安倍派が機能を停止していくと、はいえー、全部進まなくなっちゃうお<ー>、えー、それがひょっとするとね来年の政策運営に影響してくるのかな って思いますねなるほど、うん、まああの今の岸田政権まあここまでね二、うんえー、年半まもなく三年になろうとい、うん、ういうところを見てくると、えー、その安倍さんがやってたことの延長戦というのは政策は多かったみたいなそうなんですね,すね結果的にあのまあ防,防衛 三文書、そ,はい、それから防衛費倍増、原子力政策の転換、<ー>それから日韓関係の改善、これはあの日本のおかげというよりは、向こう側が要請で変わってきたということもあるし、あとね、変わったところではね、名目 GDP600 兆円、<ー>こ,れこれね、今、直近の数字って595兆円なんです。あそう もうほぼほぼ達成できちゃってて、ほぼほぼでそうすると、なんかこの安倍さんが掲げてたことを結構、岸田さんってやってるっていう評価になるんだけど、どはい、全く褒められてないんっていう。う でそのじゃあ、それらを達成したはい、はい、その先みたいなところで、えーえー、まあだから岸田さんは、えー、このあとさっき言ったあのデフレ完全脱却宣言みたいなのをやって、はいえー、3年で身を引くと実は後から評価されるかもしれない結果的に日本の経済を完全に押し上げて安全保障政策もしっかり転換してやった人なんだと。えーうんお 後からってことになると、大渕さんの、のな大渕さんそうでしたね、確かにあの、終わってから評価が上がるっていうパターンもないことはないですね。まあ、ね現状、こうなって、そして内閣支持率も下がってきているということになると、うん、なかなか苦しい展開になってしまうと、<laughs> も,うもうすでにねあの、かなり苦しい状況ですけど、ただ、総、あ、辞、のーまあ、職すべきだみたいな声は多いんですけど、 まあ選挙って割と先ですからね、えー、この時間吉崎達夫さんとお送りしてまいりましたニッ日本総動機の方はこの後も吉崎さんにお付き合いいただきますニュースプラスワン取り上げるのはこちらです韓国の元徴用工訴訟最高裁は日本企業への支払いを命じるこれらの判決でございますが日韓請求権協定第二条これに明らかに 反するものであり極めて遺憾であり断じて受け入れられませんこの点については韓国側に抗議を行ったところでございます えー、戦時中に、まあ、あ強制労働をさせられたと主張する、まあ、韓国の元徴用工、まあ、あ当時は募集もあったということありますが、えー、この方々が日本企業に対して、えー、日本製鉄と三菱重工業ですが、えー、損害賠償を求めた裁判、えー、韓国の最高裁はあ日本企業の上告を棄却し原告一人当たりおよそ1100万円から1600万円を支払うよう命じました。この問題をめぐ 訴訟で最高裁判決が言い渡されるのはおよそ5年ぶり2018年に別の原告による訴訟で両者に賠償を命じた確定判決は日韓関係悪化の原因となっております、まあ、ということで別の裁判ではありましたけれどもやはり結論としては同じものになったということで日韓請求権協定違反ではないかと、まあ、日本の主張はまあここの部分でずっと一貫しております。はい まあ、あの韓国の政治って、私もよく分かんないんですけど、はい、つくづくアメリカとそっくりだなって思ってまして、要は保守とリベラルでもくっきり割れちゃって、はい、お互いにお互いのことがもう嫌いなんで、んまあ多分これあの、司法がまあ今、ちょっとリベラル派の牙城になっていて、はい、まあこの政権攻撃のために。 やっってるっていうふうに考えるとすごく分かりやすくて <laughs> で、まあ多分ユン大統領の側は困ったなってことになってる、また,またかよ って感じですよねで韓国って来年4月が議会の総選挙があって今ユン大統領の保守の側はまだ少数与党だからまあここで勝ったらやっとまあ自分のやりたいことができる法律も通せるってことになるんだけどおそらくそ,そこがまああのん,なんか戦いの本天王座みたいなものですね。 ててるんだろうな<ー>と想像してますねだそうすると来年4月に向けて、はい、まあこうして、えー、まあお,お,のおのの陣営が打てる手をいっぱい打ってくると、えー、でしかもねこの任期の,の長い司法を先に取る っていうのはこれはノムヒョン大統領の頃から<ー>あの始まったことで、はい、これもまたアメリカとコースがそっくりで<ー>あの、まあ、アメリカもトランプ大統領が保守派の判事をがんがん送り込んだんで、はいまあ、それで最高裁がちょっと保守になってとかねう、まあ、そういうことが多分。 韓国もやってんだろうなって<ー>思ってますけど<で>、うん、この、まあ、ユン大統領の側ですけれども、はい、まあこの2018年判決等々も、まあ、受けて、うん でまあ、ただ、日本としては、ねうん、日本企業もそうですが請求、はい、権協定でもう終わってる話なんだからとはい、はい、今更お金出と国と国との関係ってことでいうと、はい、まあ条約はまず何が何でも守らなきゃいけなくて、うんえー、ただ、多分リベラル派の人たちどう見てるかっていうと、はい、1965年の,あの協定っていうのはパク・チョンヒが。 はい、決めたこととだろうと独裁政権だろうと、ね、そ,そんなの俺たちは知らんという、うんうん、まあそうまあでもに日本人ってどっちかっていうとこのほら悪法も法なりでそれは決まったことは守らなきゃいかんだろうっていう。 ここのまたギャップもあるんですよね、国<ー>民政的な。尹、うんまあ、ノリ政権は韓国政府参加の財団が、はいまあ、あ被告の企業に代わって賠償金相当額を支払うという解決案をすでに発表してますよね、うんうん、これがまた攻撃の的になっているの方便 この政治的に丸く収めるというすべなわけですけれども、韓国の革新派、リベラル派は、そもそもこれ、政権攻撃が目的なんで、日本が標的じゃないと私は思ってるんです、日本は巻き添えなんで、だから、観光客とかむちゃくちゃ多いじゃないですか、韓国人のインバウンドって。日本に来る だから別にね、ね国民が反日なんじゃないんですよね、えー、あの政治が、あの、の対立のための一つの、うん、なんていうんですかね、あの巻き添えを食らっとるのかなという、我々冷静にというか、うん、内政ですから、韓国の中でお願いしますと国と国との関係は条約に沿っていきましょうよ、うん、ってことですよね。うん 続いてこの時間は「ここだけニュース,スクープオープ」来年,年内のこの番組の放送もいよいよ来週の金曜日までということでまああと5日ないというところでありますが、えー、吉崎さんとですね来年の国際情勢の展望をしていきたいと思います。はいはい まあ、なんと言いましても、世界の2カ所で戦争をやってる、この状態で年を越すというのが、なんとも心が重たいんですけれども、しかも、一番古いウクライナの戦争って、2022年2月24日からやってるわけですよね。な あの時間間にななってもく2年とそうするとねもうちょっとあんま考えたくないんですけど2024年に大事なことは3つ目を作らないってことで,でその3つ目が特にこの我々の近いところのえインド太平洋地域で起きたりするともう厄介極まりない。 これが一番の大きなテーマかなと思うんですね一つ目がウクライナで、はい、二つ目はやっぱりイスラエルパレスチナですね。そもそもあの10月7日の奇襲攻撃ハマスなんであんなうまくいったんだっていうのをよく分かんなくてそ,、ね、そんな数千発のミサイルガザ地区にどうやって持ち込んだんだとんあのモサドがなんでそれ気がつかなかったんだとか考え出すとこれきりがないんだけどやっぱすぐ近くで戦争をやってる っていう状態がもうまず普通じゃないんだと思うんですよね。<ー>だからあのー、来年三つ目を作っちゃいけないってことなんですけれども、はい、うんあんまりこれまた考えたくない話なんですけども、はい、第二次世界大戦って最初はあの1939年9月えええポーランド侵攻からなんですよね。んあ,あん時言ったらナチドイツとスターリンのソ連が間にあるポーランドを勝手に あの占領して分割しちゃった。で、その時点で、これが第二次世界大戦になるなんて、誰も思ってないんです。うん、で、その時はまだ日独伊三国同盟なんかもないわけ。ねそれどころか、あの、その時の日本は平沼喜一郎内閣。はい、欧州情勢は複雑。最近って言ってたくらいなんで。うんうん ところがそれから二年と三ヶ月後には千九百四十一年十二月新十番攻撃になっちゃうわけですから。そうかね。たった二年なんですね。だからあので今回ね。はい。え二千二十二年二月二十四日から二年と三ヶ月足すといつかっていうと。はい。二十四年五月なんです。おお。もう来年の五月。来年の五月来年の五月何があるかっていうと。はい。 新しい台湾総統の就任式っていうのがあるんです、ね、<laughs> あ、なるほど、えー、総統選そのものは1月ですけど、えー、就任式は今あの、結構、僅差になってきてますけれども、ね、民進党のライ清徳さんが、はいまあ、当選して、えーまあ、台湾としては今まで常に2期8年で交代が続いてきてるわけですけど民進党が3期目に入ったとなると、その時に中国がどういうリアクションするか。 っていうことがまああの一つ気になるわけですよね。なるほど。でそこでアメリカは大統領選がいよいよ本格化するのがそのぐらいの春先の時期からですか。そうですね。あとあのマイクジョンソンっていう新しい会員議長が、はい、台湾の総統就任式俺は出るって。 だって会院議長だとペロシだって言っただろ、台湾にとマッカーシーのえっは、<ー>蔡英文が迷惑だからって言って、自分から言ったんですね。はい、<laughs> で、そうするとね、その後任者はやっぱり行くっていうんじゃないんですかね。なるほど、うん、そうすると、それを中国側はどう見るか。 うーん。えー、というね、えー、来年の、まあ、特に前半の国際情勢についてでありました。はい え今週のこの時間は明後日ての24日日曜日の正午から24時間の生放送でお送りする日本放送第49回ラジオチャリティミュージックスを前に視覚に障害のある方を支援する様々な技術や取り組みをレポートしています、はい、今朝はですね、えー、視覚に障害のある方のアイデアから生まれたあのロングセラーのおもちゃの最新作を取り上げます <laughs> <い>こちらパーティーゲームの定番黒ひげきき一発ですうーん ね、もう樽の穴の中にね順番にこう剣を刺していって <laughs>、はい、海賊の黒ひげ人形がピョンってこう飛び出した人が負けになるというお、うん、なじみのゲームですよね。はい、もう1975年に発売を開始してですね48年の歴史を誇る宝くみの大ヒット商品です。うん、でこの11月18日から販売されている今回の新作シリーズ91作目商品の名前はにぎやかサウンド黒ひげ機器1 罰というものになっております。なんか僕らがやってたこれよりもちっちゃくなってる気がする。本当ですか、ね。ね、そうですよね。うん、ちょっとコンパクト、こまり二回りぐらいちっちゃくなってる感じがする。えー、ちょっとコンパクトサイズですかね。これ一見、まあ、見た目はですね。普通の黒ひげ危機一発なんですけれども。はい、あの目の不自由な方もそうでない方も、障害の有無に関わらずに楽しく遊べるように配慮された玩具の。共有玩具の傑作とも言える商品になっているんです。<laughs> えー、と言いますのも、目の不自由な、はい。な 女性社員が開発に携わっていまして<ー>その方のアドバイスを生かした商品になっているんですね特徴を大きく分けると2つありまして、はい、まず剣ですね差し込むこの剣が色によって形状が違うんですね。うんうん 本当だ確かになんかちょっと波打ってるのとか、うんはい、あと星みたいなマークがついてるのとかザラザラしてるのとかそうなんです変わってるね確かに、はい、あこんなデザインが変わってたんだそうなんです赤色の剣はカク,カクカクした食感で青色はナミナミで黄色はキラキラした形になっておりまして、うんうん、これで色の違いを触ることによって楽しむことができるっていうことなんですよね,、うんねうん、そして最大の特徴は、はい、剣を樽に刺すたびに聞こえるさまざまな効果を じゃあちょっと刺してみるよ刺してくださいおりゃおりこんってなりましたねじゃあ私は赤でいきますよおーじゃあ次は僕は青でおりゃあーよかったセーフセーフじゃあ黄色もいきますよなかなか飛ばないですねすごいですねおーじゃあ私も黄色で刺すぞあ飛んだすごい おお<ー>、こんなファンファーレが鳴るんだ。そうなんです。これ、あの目の不自由な方からすると、<っ>そのいきなり黒ひげがビャーンって飛んでくるのがちょっとこうびっくりすると。<っ>で、あまり怖くないようにしようということで、うん、この飛び出した時に、このファンファーレが鳴るようにしているんですよね。なるほどね。でかつ、やっぱり刺すたびに、いろんなその十八種類の効果音とか、あの鳴き声が内蔵されてるんですけど。刺して音が鳴るっていう、その楽しさもあるんですよね。うん、まあ、そうすることで、小さいお子さんから、おじいちゃん、おばあちゃんまで、こう楽しめるようにしているという、そういうがん。 になっているんです。これでも久しぶりにやりましたけど、はい、盛り上がりますよね。盛り上がりますよね。<laughs> ねで、やっぱり指す時、ドキドキしますよね。<laughs> <laughs> この,この年代になってもいやーでも負けちゃったな俺負けちゃいましたねあれ伊さん何色さしたんでしたっけ黄色ですよ黄色ですかはあ,あえー、っと有馬の黄色は、えー、黄色はですねヒート・オン・ビートとジャスティン・パレスジャスティン・パレスはありえますねね人気ですもんね、えーえー 黄色か。黄か。<laughs> そういう占いではない。<laughs> ではないんですけど。<laughs> <laughs> まあ、大当たりでしたからね。ね<ー>いや大当たりですからね。これ、さすたびに、本当に、いろんな音が鳴ってみるので、ぜひね、あの、うん、購入して、その音を楽しんでみてください。うん、これから、まさに、クリスマスや、忘年会、新年会でも、まさに、盛り上がること、間違いなしかなと思います。目の不自由な方も、楽しめる工夫や、配慮が満載のおもちゃ、共有玩具。うん、今朝は、目な、ふじ、目の不自由な方も、一緒になって、楽しむことができる、宝カラトミー。 のにぎやかサウンド「黒ひげ危機一発」ご紹介しました。 えさていよいよあさって12月24日日曜日正午から翌日25日月曜日までえ24時間の生放送でお送りするラジオチャリティミュージックソン特別番組が行われます今年のメインパーソナリティは乃木坂46の久保しおりさん、えー、今年は一部の時間有楽町日本放送イマジンスタジオでの放送の様子を公開します公開は12月24日日曜日お昼1時から3時までと夕方4時から夜8時までえ25日 5日月曜日は朝8時から10時までです、えー、募金とともにぜひ日本放送に遊びに来てくださいお待ちしていますお待ちしています日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK! 浩二アップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございました 飯田工事の OK 工事イアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてください そしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊ーン不でコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください